日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日は「花を折る」という言葉について皆さんに紹介します。「花を折るとは得意になっている人の自慢する気持ちを恥をかかせてしぼませることを言います。例えば、 にわか知識で得意げに話す上司の花を折ってやった。あの人は先日僕に花を折られたことを根に持っているらしい。知ったかぶりばかりする兄の花を折ってやったので、生成した、というように使います。ところで私はこの言葉を聞くと、あの有名なお話、ピノッキオの冒険を思い出します。 ピノッキオという名前のお人形が冒険するお話ですが彼は嘘をつくと鼻が伸びてしまうんですよね伸びた鼻を折られようものならきっと痛いだろうなとは昔よく思っていたものです嘘をついても私たちの鼻は実際には伸びたりはしませんがあまりに虚栄心が強いと心の中で鼻は静かにどんどん伸びて ある日誰かにポキッと折られてしまうのかもしれません最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう良い一日をまたね